ゆっくりドラム講座、最新のドラマー。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者から三井久志まで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の例です。先日作った一度は聴いておくべきの伝説のドラマーという動画が評判良かったので、柳の木の下の2匹目の土壌を狙って第2弾です。そんなわけで今日伝授するのは一度はチェックしておくべきの最新のドラマーです。伝説を知るのも大事ですが、最新を知るのも大事です。では、早速紹介します。ルーク・ホーランド。アメリカのイケメンドラマー。もう五行が差すほどのイケメン。ドブ川も綺麗にできるくらいイケメンです。ファイトスタイルもイケメン。ツーバスも踏めるし、ルーディメンツを多用したゴスペルチョップスもこれでもかと叩き込みます。メタルコアとかも好きなようなので、ブラストビートとか残落スタイルでも大丈夫。もはや敵なしって言ってもいいくらいですね。顔もいい。ドラムの演奏もうまい。もう嫉妬とかそういうのできるレベルではございません。私が、こういうルーディメンツとツーバスを組み合わせた初歩的なゴスペルチョップスを知ったのもルーク・ホーランドからでした。これを知った時は、まさにその時、電流走る。もうとりあえず何でも良いからこのフレーズを叩きたくて、それはもう狂ったように練習しました。なので、そういった衝撃を受けてより練習するためにも最新のドラマーをしっかりとチェックするのは大事です。では、次、メシュガーのドラマートーマス・ハーケ。まずメシュガーがどんなバンドかというと、ポリリズムとか多用してむっちゃくちゃ難しいことばっかりやってるメタルバンドです。以前、上の動画で紹介したバケラッタを延々足でやってる曲を叩いてる人ですね。ご覧のように、もうむっちゃくちゃ難しいですが、まだこんなの軽いジャブって感じです。最新曲とかもう何やってるか理解できません。早くて何やってるかわからないってわけじゃなくて、テンポは全然普通なのに、難しいことやってるかどうかも、もはやよくわからない。メシュガーのクロックワークスって曲聞くと、階段を登っていたと思ったらいつの間にか降りていた。そういう、もっと恐ろしいものの片鱗を味わえます。トーマス、ハーケ自身が叩いてる動画もあるので今すぐネットで検索しましょう。で、初に、デス・グリップスのドラマー。ザック・ヒル、デス・グリップスはどんなバンドかというと、ボーカル、プログラミング、ドラムの3人編成のヒップホップバンドです。ヒップホップというからにはさぞかしシュッとしたリズム叩くのだろうなぁと思うかもしれませんが、そうではありません。ザック・ヒルはドラム担当というかドラムソロ担当です。曲の間ひたすらバカ叩き。何やってるかさっぱりわからないくらいの速さでドラムを延々と叩きます。シングルストロークで連打してるのか、ルーディメンツを使ってるのか、そういうのもわからないくらい速い。使ってるドラムセットもボロボロでシンバルもくすんだり割れたりして、もはやよくわからない金属の何かになってます。中島ラモのエッセイに書いていたのですが、音楽においてよくわからないは強い。まさにそれです。よくわからないがすごい。それがザック、ヒルです。最近はゴスペルチョップスも解明されて早く叩く方法もわかってますが、それでもやっぱり未だに何やってるかさっぱりわからない。ザック、ヒルはすごい。そうなりますね。で、初に、エリック、ムーア、いわゆるゴスペルドラマーと言われるジャンルの人です。パラディドルとかそういうの、ルーディメンツを多用して早くて細かいフレーズを叩くドラマーです。ゴスペルドラマーはいっぱいいるのですが、なぜか、左利きの人が多くて、なんでそこで左手が、って手順になってるドラマーが多くて参考にするのは難しかったりします。けど、エリック、ムーアは右利きのようなので手順もわかりやすいし、何よりネット上に動画がいっぱいあってとても参考になります。ゴスペルチョップス叩きたいっていうならまさにチェックするべきですね。私もいっぱい参考にしてます。ちなみにですが、私が今まで会ってきた演奏が上手い人は全員、びっくりするくらいの量の音楽を聴いてるし、もうたまげるくらいたくさんのドラマーの演奏を聴いています。なのでやはり才能とかよくわからないのじゃなくて、練習とか、かっこいいフレーズを調べたりしたから上手くなったということですね。ゴスペルチョップスも昔は、あれは限られた人しか無理だって話でしたが、叩き方さえわかれば誰でも叩けますからね。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一押しよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの一押しが私の希望になります。それではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。